お、君か。やはり今日はリン君と一緒ではなかったんだね。そういえば、君と二人でミッションに行くのは初めてだね。ま、話は道すがらということで、今は純粋にミッションを楽しもうじゃないか。我ながら余計なおせっかいだとは思うけどね。やはり君は強いな。見るたびに上達しているのがわかる。だからこそリン君も必死になって追いつこうと努力しているんだろう。一生懸命な人間は時に周りが見えなくなり、他者とぶつかることもある。それでも君がそばにいてくれるならきっとリン君も大丈夫だ。なんだかんだ言ってもリン君は君のことを信頼しているようだからね。おっと、少し話しすぎたね。さあ、先に進もうか。
お疲れ様。お疲れ様。いい戦いだったよ。ガンプラは自由だ。